アドルフ・デクードルはドイツの風景画家である印象派のスタイルの風景画などを描いたカールスルーへの上流階級の家に生まれたスイスからカッセルに移ってきた家系で父親のルートヴィッヒ・デクードルは画家になりカールスルーへの美術学校の教授を務めた人物である1878年に父親が亡くなった後絵画の修行を始め 19歳になった1881年にカールスルーへの美術学校に入学し、風景画家のグスタフ・シェーン・レーバーの下で学んだ。シェーン・レーバーを中心とする画家たちとスケッチ旅行を行いシェーン・レーバーのスタイルに強い影響を受けた。多くの画家が集まった芸術家村と呼ばれる場所を訪れ、特にバーデンビュルテンベルク州のグータフ派ではグレーセル、カッピス。 ディシュラーといったが形と知り合った。美術学校を卒業した後、1909年までカールスルーエで活動し、印象派のスタイルの風景画を描き、バーデン・バーデンやカールスルーエ、ミュンヘンの展覧会に出展した。1892年と1893年は、ミュンヘンのガラス宮殿で開かれた展覧会に、バルト海の海岸の町、アーレンスホープに滞在して描いた。 風景画を出展した。その後オランダを旅して描いた作品を出展し、ミュンヘン、ガラス宮殿の国際展覧会には毎年出展した。1910年からミュンヘンに近いフィルステンフェルトブルックに屋敷を作り、妹と自らのスタジオを作り活動した。1914年にフィルステンフェルトブルックで展覧会を開いた。 1915年に妹が亡くなり、1921年に20歳、若いラトビア出身の画家、セルマと結婚したが、1924年に亡くなった。